それでは表題の文献を丸山が紹介します。はい。でまあ、これは、すごい軽量な事前学習手法っていうのを提案しているものです。でまあ、軽量って言ってるのは、まあ、その事前学習を使う時の、まあ、データが、まあ、すごく少なくても、まあ適切に学習できるというところと、まあ、あとはすごく高速に、まあ、その事前学習を行うことができるという点です。で、まあ この手法で、まあ、テキスト分類タスク、まあ、何個か解いてるんですけど、まあ、それで、リソースが少ない時に、まあ、エルモとかバートに匹敵するような性能を達成していますというような内容です。で、初めになんですけど、まあ、最近だとこう事前学習した大規模なモデルっていうのを使って、まあ、いろんな分類タスクだけじゃなくて、まあ、いろんなところで使われています。ただまあこのエルモとかバートを、まあ、その最初に事前学習するときにはもう大規模なコーパスが必要だし、まあ、その事前学習とかそれをファインチューニングする際とかにも、まあ、その計算資源というのが必要になります。なんで、まあ、英語とかそういった、まあ、たくさんこう単言語のコーパスがあるような、まあ、ところだと、まあ、結構できるんですけど、そうじゃない言語だと、まあ、かなり事前学習するのが厳しいというところがあります。なので今回は、まあ、そこに対応するための、まあ、軽量かつ、まあ、うまく学習できるような方法っていうのを提案しますというような感じです。で、事前学習の方法は、まあ、このモデルにある通りで、VAE ですね、変分オートエンコーダーを使っています。で、まあ、最初に、まあ、入力で、まあ、その、まあ、ラベルがついてない、まあ、一般的なテキストを与えて、で、まあ、ここで、まあ、なんか普段は結構ワードエンベディングレイヤーみたいなのを用意しておくと思うんですけど、ここではその単語の頻度に落として、あとはそれをこう潜在変数に落とし込んで、で、まあ、その後段の方で元に戻すっていうような学習を行います。はい。でそれが、まあ、ここまでが事前学習の方法で、まあ、この事前学習を使って、テキストクラシフィケーションを行うっていうのが、まあ、この全体像はこんな感じになっています。で、具体的には、まあ、その青いこの四角で囲んでいるのがさっき あのプレ事前学習したもので、で、まあ、これと、まあ、あとはなんかワードエンベディングのレイヤーっていうのにこうそれぞれ、入力の文を入れてあげて、で、まあ、このそれぞれの出力を結合するという形です。で、まあ、結合するときは、まあ、この V、この提案している事前学習の方法が、まあ、ELMOみたいな形で、まあ、その各レイヤーになんか重みをつけて、足し合わせるみたいなことをしてて、で、まあ、それを、まあ、エンコーダー側に渡してクラシフィケーションの問題を解くというような形です。で、まあ、このエンコーダーには今回は、まあ、ディープアベレージネットワーク DAN っていうのを使ってて、まあ、CNN とか LSTM でもやってるんですけど、まあ、総合的に判断した、まあ、評価から、まあ、ここではこの DAN っていうのを使っています。で、まあ、モデルすごく単純で、まあ、全部のここに並んでるなんか単語のベクトルみたいなやつが出てくるんで、それをのアベレージを取ってで MLP に渡しているみたいなシンプルなモデルです。はい。で、使用しているデータは、まあ、事前学習と、まあ、その分類の2つデータがあるんですけど、まあ、事前学習の方だと、まあ、規模はだいたいこのくらいで、まあ、ただインドメインのもの、まあ、その下にあるような、ドメインに合わせた、まあ、テキストっていうのを使っています。で、まあ、分類器の学習も、まあ、200から1万までの間で変化させてるんですけど、まあ、そのくらいの規模でやってて、今回はこの4種類のデータセットを評価に使います。はい。で、比較の対象となるモデルが、まあ、このローリソースセッティングでは4つあって、まあ、1つはベースラインも教師データ、その分類のデータのみで学習させるというもので、あとは反教師ありで、まあ、その分類器を学習させて、で、まあ、そのモデルを予測した結果を使って、まあ、どんどんラベルを増やしていくというやり方です。で、あとは、まあ、グローブっていう、まあ、プレートレインされているエンベディングワードエンベディングを使うんですけど、まあ、1つはインドメイン
インのデータだけで学習したもので、これは多分なんか一般的に公開されている、まあ多分ベクトルで、まあなんか大きいコーパスで学習したものの、まあこの4つです。はい、でまあ結果がこちらです。まあ、4つデータセットがあって、まあ、その中でモデルが、この一番下のヴァンパイアって書いてあるのが、ここで提案しているモデルです。で、まあ、横にかけて、その分類のデータが、まあ、どんどん200から1万まで大きくなっているというような形で、まあ、これの表から分かるように、まあ、この他の4つの方法に比べて、まあ、高いスコアっていうのを得られていることが分かります。で、まあ、これをグラフにしたのがこちらで、まあ紫で表されているのが、まあ、提案している方法なんですけど、まあ、200とか500とか、まあ、少ないデータ数でも、まあ、安定して、まあ、分類を行えているというのが分かります。で、あと他にも、比較を行ってて、まあ、ハイリソースな場合ですね、比較の対象になるのが、まあ、トランスフォーマーベースのエルモと、あとはバートです。で、まあ、それぞれ中で、まあ、フローズン、あの、エルモの中の、モデルはもう学習しない、まあ、こう、っていうものと、あとは、インドメインのデータで事前学習するってやつと、ファインチューニングの3パターン、バートでは2パターンですね。これが比較の対象としています。で、まあ、結果がこんな形で、やっぱりまあファインチューニングしている、まあ、この大規模なモデルにはちょっとかなわないんですけど、まあ、フリーズ、フローズンとか、まあ、そのインドメインで学習しているエルモと、まあ、まあ、を上回るくらい、あ、こっち見た方がいい。で、まあ、その、そのさっきの結果をグラフに表したものがこちらで、まあ、大体、ファインチューニングしている結果には届かないんですけど、まあ、結構少ないデータでも高いスコアを得られているというのが分かります。はい。で、最後に、まあ、そのどのくらい計算時間パラメータがまあかかるのかっていうもので、まあ、一番下に書いてあるのが、まあ、エルモなんですけど、まあ、それに比べると、まあ、こう圧倒的に速い速度で、まあ、なおかつ、まあ、これらとまあ匹敵するような性能っていうのを達成しています。はい、まとめです。まあ、ここでは、まあ、軽量な事前学習手法というのを提案しています。で、まあ、これによって、まあ、分類タスク4つ解いてるんですけど、まあ、エルモとかバートに匹敵するような性能というのを達成しています。はい、以上で終わります。